はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は強化街道高校サクチャレの特攻キャラ狙い撃ちガチャを引いていきたいと思います。強化街道のね、サクチャレが始まりまして、まあ、その特攻キャラがピックアップされてますということで、キャストオフ内藤メールさん、川瀬涼子ちゃん、うなごろくん、とどろくとしくん、通常のルナちゃんと、いう5キャラがピックアップされてます。でそのうち40連までいきますとバナーキャラから PSR が1枚確定しているので、そこまでは引いていきたいと思います。まあ、ちょっと最近ね、結構ガチャを引いてる気はするんですけれども、まあ PSR がねもらえるっていうので、まあ、せっかくなんでそこまでは引いていきましょう。で強化街道のねサクチャレの報酬は、まあ、シゲの大悟の、相棒キャラなんで、どうしてもね上位に食い込みたいかって言われたら、そうではないんですけれども、まあ、ガチャとしてはねやっぱり、バナー PSR がもらえるというのは、まあ、なかなかいい機会だと思うので、まあ、ガチャ自体は引いていきます。でガチャを引いた後、まあ、もうちょっと編成を見て、サクチャレの方をやっていきたいと思います。じゃあちょっと単ガチャは1回やりましょう。ここはバナー PR、通常ルナちゃんのね PSR も欲しいよね。やっぱり通常ルナちゃんはねなんだかんだで使いやすいからね。キャストオフナイトメールさんの PR ですと、では10連、基本的に SR はどこも入ってんのかな、SR 確定の SR 確定の SR 確定の SR 確定っていうか、まあ最後は PSR だけど、やっぱりね出始めに比べて SR がもらえる機会はだいぶ多くなりましたね。確定枠しか入ってないけど、おお指導さんいいね。これは結構溜まってきたぞ指導さん。あとはエプロン指導さんを何としても手に入れて、まあ、次のバレンタインには来るでしょう。次のバレンタインにはエプロン指導さんが来ると思うので、そこで一気に通常指導さんをぶっ込んでいきたいと思います。あ、プレゼントありか。で20連目、ここはバナー SR が確定してますので5キャラのうち誰かですね。誰がいいかね。 PSR としては川瀬ちゃんをもうすでに持ってるんだよね。まあ、川瀬ちゃんが出たら出たで PSR が解放できるんで、それは結構でかいよねっていうか確定。あ、うなごろくん通常のやつ手に入れた。よしよしよし、まあ、うなごろくんはねなんていうの、金徳っていうかイベントの成功率が上がらないとちょっと使いづらいよね。未だに俺一回も成功したことないから毎回なんかスポーンってなってる。じゃあ次が30連目、ここもバナーキャラですね。でこれで一応バナーキャラは全部揃った感じかな。あとはひたすら解放よっていうか本当に1枚しか入ってないな。ルナちゃん、あれ川瀬ちゃん PR 持ってないんだ。てか PSR しかほぼほぼ持ってないからな。通常の SR 川瀬ちゃん持ってなかったと思う。まあルナちゃんでしたと。じゃあ40連目、ここはバナー PSR が確定ですね。まあもうここら辺の演出は確定してるんで、確定してないところでさこういう演出が来ると熱いよね。結局全部1枚かよ。おキャストオフナイトメールさん、どうしようかな。通常のねナイトメールさんプラゴが1枚あって、であと2枚くらい通常の SR を持ってるんですよね。まあ、それを入れちゃうかどうかという感じで、PSR は内藤メールさんでしたということで、ただね俺はサクチャレ自体は多分投手でやっていくと思うんで、まあ、いつか使う機会があったらキャストオフ内藤メールさんの PSR を使っていきたいと思います。そんなわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。